こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ロンドンカート前に行きそうです。リローズイメージ、それに続いています。さらにはブランドシュバリエ、9番ワイルドゾーン、その後ろ後方に控えたのがキャニオンサンセット。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはワイルドゾーン、並んで3番ブランドシュバリエ、リローズイメージ、この馬もこのグループ。その外にガシアンチャンネル、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はワイルドゾーン、ワイルドゾーン、さらにリードを広げました。2番手はブランドシュバリエ、 MI ブラン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はワイルドゾーン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ワイルドゾーン先頭、ヘイローズイメージ、先頭。2番手はディアブランド、あと 200m、 先頭はディアブランド、残り 100m、 ディアブランド先頭、ヘイローズイメージ追いすがります。ディアブランドゴールイン、ディアブランド1着、2着は微妙です。勝ったのはディアブランド、見事な勝利です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アッティカス、これは好スタート。オリエンタルティターン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアッティカス行きました。続いて前へ行くのはオリエンタルティターン、さらにはプレシャスシルビア、13番ノーブルダビー、その後ろ後方に控えたのがシャドーロンリー。それでは先頭から、先手を取ったのはアッティカス、その外にオリエンタルティターン、その外からプレシャスシルビア、その後ろにノーブルダビー、さらにはベストパル、その後ろにジュピターボタン、その隣にシャープエアー、その横にベリーアンデス、アポロアカデミー、すぐ後ろその後ろにシェイクボード、アブクマポーロ、後ろからすぐ後ろにサンセットエーデン、しんがりからシャドーロンリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。オリエンタルティターン、プレシャスシルビア、ほとんど差がありません。アッティカス、3番手アブクマポーロ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオリエンタルティーターン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったプレシャスシルビア、しかしその差はわずか。粘り込めるか。残り 200m、 先頭はアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭、2番手はアッティカス、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着、2着はアッティカス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドイツのバーデンバーデン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。チェリーパーティー、好スタート。綺麗なスタートを切りました。シンフォニーウィンザー、前に行きそうです。チェリーパーティー、それに続いています。さらには、前のトップガン、15番、サファイアヌーベル、その後ろ、キングズシアター。どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。クールラッキー、先手を取りました。並んで6番、シンフォニーウィンザー、すぐ後ろにサファイアヌーベル。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。もう一度先頭から見ていきましょう。チェリーパーティー、先手を取りました。並んで6番、シンフォニーウィンザー、サファイアヌーベル、すぐ後ろ、その後ろからはクールラッキー、好位置をキープしています。前のトップガン、その外にディナーズウェイ、さらにはスピンコンサート、すぐ後ろにムーンライトウェイ、さらにはパッションジャイアント、内からはキングオブジュニア、並んで9番グランパズサンダー、すぐ後ろにパッションジェネラル、キングズシアター、そのうちに続いています。その外にダンキルデア、最後方にタレンティドストリート、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番クールラッキー、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。クールラッキー、先手を取りました。先頭は依然としてクールラッキー、シンフォニーウィンザー、ほとんど差がありません。チェリーパーティー、3番手、前のトップガン、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はシンフォニーウィンザー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はシンフォニーウィンザー、残り 200m、 先頭は前のトップガン、シンフォニーウィンザー、必死に追いすがります。前のトップガン先頭、2番手はシンフォニーウィンザー、前のトップガンゴールイン、前のトップガン1着、2着はシンフォニーウィンザー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。